じゃあ今日はここの能勢のキャンプ場でキャンプをやっていきます、とりあえずこっちにしようかな、こっちにしようかなみたいな感じなんですけど、いや寒い、こっちの方がいいかな。テントを張ってタープを張ってテントを張ってこっちの方がいいんじゃない、こっちの方がいいかな、うん、あそこほんま詰まったしようか。はい、じゃあちょっと今からめっちゃ寒いマジで SSA していきます。え、すごいね、すごいね、もう雪やばい言うてる。よし、輪ゴムポイポイしたのがどこかも分かれへんようになってる。なんかボスじゃない、はいどうぞ。ニューアイテムの先週使えなかったホットカーペット、先月使えへんかったホットカーペットを今日は使ます今日はもうめっちゃ極寒なんでね、めっちゃ極寒なんで、ね、雪めっちゃ降ってるからね、これね。これでもう今日の夜はもう前のキャンプと違ってぬくぬくで寝れると思います。はい、はい、がっつりと。はい、じゃあそれはちょっとまた後で、はい、お知らせしてください、はい、ちょっとタープ立ちます。あ、はい、お願いします。はい、関節が痛いですか、うん、どんな感じで色がちょっと悪くなってる。なんで？寒すぎて。これ。シチューもなる。あ。上ちょっと真正面やめてな。お疲れ様です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 。どうしたん？腰が痛いな。ちょっと関節の弱い男やもんな。そうそう、寒いな今日。はい、マイナス 1.5。 え、それマイナスなってる？いや、マイナスじゃない。あ、なんやね。あ、もう5時か。でもうまい。何が？あ、ビールが。あ、うまい。寒いね。寒い。
ほんまに寒い。今までで一番寒いんちゃう。めっちゃ雪降ってるもんな。うん。うん、けど結構寒いんちゃう。寒い。お、ちょっと美味しそうですな。うん、食べて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 って何でか聞こえたんだけど、これは博多地鶏ってやけど、うんうん、製造元は、うん、大阪府の瀬郡の瀬町ほんま今度何かの時にな。うん、ちょっと薬味もこれはニンニクおろし醤油、おろし醤油じゃないわ、ネタ、ね、あ、うめえ、うまい。え、何つけたん？何もつけやんったの。鶏臭い。え、何の部分食べたん？それ今焼いとったよね。焼いてないよ。え、こう焼いて焦げ目ついてん、成分食べたやつ。なさみは、うん、こうニンニク、あ、生姜、普通の生姜と、うん、ネギ、生姜ネギ。あ、でも生姜落ちたやん。落ちねえ、もう寒い。寒いな。うん。うん、おいしいけど冷たい。冷たいな、うん。で、今日はウイスキーのお湯割りを。あ、火がなくなった。あんまこれほんますごい甘い。え、嘘。ちょっと我慢して。え。そんな甘いか、そんな信用しないんですか、僕の言ってること。え、甘い？めっちゃ甘ない？うん、ちょっと甘いかな。え、足りひんのじゃん。え、もっとお酒いっぱい入れた方がいいんじゃん。でもアルコールの味はでもすごいする。あ、うまー。あ、焚き火がないから暗いのかな、この間と違って。うんうん、それはあるかもね。ないけど、あ、あれ貸して、セイ君あったやんなっていう、うん、え、なんで俺がなんか足りひんからこの間買ったの、うん、買ったいんやったらいいやん、このケチとか嫌がって。それだったらいい、一番別に出てるじゃん。じゃあ貸してあげねえ。貸して嫌です。え、なんだよ。え、なんで、子供の時にさ、お母さんが教えてもらわへんからな。何何、自分のものでも、うん、友達が貸してって言ったら、うん、貸してあげやって。いや、うちのお母さんそんなに言ってやん。なんで、絶対言うと。え、うちのお母さんそんなに言ってやん。どんな毒親やおったわ。でもなんか、あっこのマンションに引っ越してきてさ、うちのお母さんはそんなに言ってます。なんでとか、これ昔からね。え、それだから何言ってるやん。これ、あの、あるから。そうそう。で、
携帯の充電とかなくなってつまずいたらいい。え？携帯の充電とかなくなってつまずいたらいい。そのせいで大変なだけ。自分の足病についたかなあかんし。ここをせっかく200借りてるのに楽しまれへんし。救急車見た？上のせいで付き添いでって言われてる。あんまり知らないんで。知らんもんが一緒にキャンプ来とん。え？知らんもん同士が一緒にキャンプ来とん。ヒッチハイクしてた。そうなの、めっちゃ片付けて、お外で片付けて、2泊3日、まだ潰れないのに、そんな大事なことがあったら。ヒッチハイクしてたんで、乗せてあげるって言ったら、知らないです。本当ですよ。ここすげえあったけ。今、6度あるよ。あ、これ日に近いから。あ、すごい幸せの。焼こうかな、なんか食べたいな。餃子やったらあったんじゃん。餃子でも食べたよ。そう、つみなんか今一個も食べてないんだけど。いらんって言っとったよ。いらんけど。そんなまた食べてないねんけど。俺全部食べた。いや、なんか いるっていうのなかったなと思って。いつも言うけどさ、いらんとか言うねん。いらんって言ってお前ちょっと一言聞いてくれたら。俺を落とし入れるわ。すぐ。この人じゃあそれをそうやって思うのはこじらし系の人の考えやなんかこじらし系の人ってなんかそういうそういう考えするよね。なんて言いたい。食べたで言ったらいい。なのにが、でもそういうこと全部食べたら水もらってないわって言ったら、イランにとったらあ、そうかみたいな。そうかって言ってええんや。そこでなんで聞いてくれへんかって。だって女性なんてやろうってそれでいいやん。言うてん。それで俺もまたどこに行こうみたいな。私そんな深く考えながらもの喋ってません。いや違うよ。俺ちょっともうはっきりしよう。俺もう撮ってるから今の全部撮ってる。あ、そうなの。こじらし系の人ってさ、なんかすごい人の気持ちを深読みするよね。だって俺をこじらし系に入れるなよ。え、こじらし系やん。セイ君じゃないです。こじらしです。めっちゃこじらしやろ。何よ。いろんなものをここをなんか何やって別に普通に書き残したりとかするするところをまたそんなに勝手にしてくださって何そんなに違う違う違う何だ豆腐を買ってくれへんの。豆腐がすごいもん。なんか欲しいものをちょっとずつお手軽鍋野菜セットセットだったかだったスターディラス。この日だけ行きませんでした。え、知らんで、ちょっと待って、私はちょっと記憶にない。え、買った別に。えのきだけ、えのきだけってなんかえのかあれやな、ダジャレみたいなっていうのはえのきだけってえのきだけじゃなくてえのきだけ買った。何回も言わんでいいじゃあ分かってるかなと思って。せいこあ、せいこちょっと先生でなんかな、食器のこれが同じやつが向こうになんかあったの。お前行けやんちゃう。セイコの方が近いやん。これ50cm ぐらいしか変わらへんやん。何やねんこれ。かーん。豚肉と野菜の水炊き。水炊き。水炊き。ポン酢でいただきます。ポン酢でいただきます。めっちゃ寒いな、ほんまに。寒い。だって今4でも4度はあるねんな。うん。